ユリアは私たちの青春だった。あの微笑みに私もあなたも天の光を見たのだ。だがあの微笑みをつかんだのはケンシロウただ一人。天をつかむ覇者がまたただ一人であるようにな。トキよ、ナントの内乱の噂聞いていよ。サウザーは己の意にそぐわぬ各将を粛清しています。もはやその野心はとどまるところを知らない。不動がユリアをこの道場に連れてきたのはおそらくその飛び火から守るため。世の乱れは近づいている。ドキ、北斗の命運はお前とケンシロウの中にある。激流を制するのに制する。あの悲鳴はユリアの声。彼女の身に何かあったのか。おっと、気づかれてしまいました。ですがここから先へは通せませんが。来るがよい。死の恐怖に怯えるがいい。
安らかに天国へ行くがいい。ふん、俺を追い続け、そこまで剣を高めたか、トキ。誰かは知らぬ、生病棒を使わぬこと。安らかに死ぬがいい。俺を追い続け、そこまで剣を高めたか、トキ。バカボンだ、バカボンがいるぞ。なぜユリアを。
私が狙われたのね。なんとの者らに。もう大丈夫だ、ユリア。いえ、分かっていました。だから私はここに。私のせいで、あなたたちを。おい、なんだその茶番は。ああ、そうだ、お前だユリア。お前のせいだぜユリア。お前がノコノコやってきたから道場は襲われたんだ。どうせケンシロウ目当てかなんかだったんだろう。ああ、強気、貴様。いいか、お前らが何もかもめちゃくちゃにしてんだ。兄者たちもシンも俺たち全員を不幸にな。お前らのせいで何とも北斗も終わりだな。おい、見よ、トキ。愛こそが人を生み出す。ラオ、人は愛を求めるがゆえ心を生み出し惑い堕落する。ゆえに世に乱は絶えぬ。俺は愛など求めぬ。ユリアの兄弟の死の愛も涙もいらぬ。世を統一せしめるのはただ一つ、恐怖。そして俺が欲すのもただ一つ、天だ。